リンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。はい、本日は三将雲の刑事またアップデートしちゃったというお話です。はい、ちょろっとだけねこの辺に映ってますけれども、ちょっとアップデートしたのでそちら。うよよよ、かわいいな。お前どうしたよ、ロッペさんは。かわいいわね。なんかあなたの動画じゃないのよ本日。でも可愛いから撮ってあげるわ。何それ、可愛すぎない、あなた。うい、どうしたの、ご飯食べたいの。ご飯あげたしょ、あなたさっき。うい、可愛いな。本題じゃなくなっちゃうから、動画違う動画になっちゃうから。はい、ということで、本日は三将雲のね、刑事の方をご紹介していこうかなと思います。ということで、デレレレデン。はい、ワインセラーの方がアップデートされましたということでね、はい、こんな感じになっております。でね、刑事をがっつり、アップデートしてコケリウムの状態にしました。でね、あー、君なんでそんな上にいるの、なぜそこにいるの、落ちてきた。はい、先日アップした時の、ものだと、タッパを使ったりとかね、いろいろしてたんですよね。で、タッパの中に、ろ過装置をね突っ込んで、でプラス、他はあのこういう苔とかはなくて人工のものをね置いてっていう形でした。なんですけれども、ちょっとね、知り合いの方が沖縄シリケンイモリをね繁殖されてる方がいて、その方からシリケン欲しいなーなんて話をしてて、でそのお家でですね、実はエゾナンショウとシリケンイモリが一緒に暮らせてるんですよ。まああんまり混泳イモリと山椒をね混泳させるっていうのはよろしくはないですけれども、実例がもう出ててっていうのもあり、で私もちょっとシリケンは昔飼ってたことがあるんですよね、中学校かな。でその時は特に金箔がついてる子とかじゃなくて普通に黒い子だったんですけれども、金箔のついた子がね今いるよって話になって、でまあ譲っていただこうかななんていう話をいろいろしてて、まあそれはゆくゆくっていう話ではあるんですけれども、ですると、まあ、コケリウムとかの方が結構活動を活発的にしてくれるよっていう話を伺ったんですよ、その方から。で今その時に使ってたろ過装置が壊れちゃって、ワインセラー作った次の日にですね、ワインセラーの動画でね、ケージ作ったよっていう動画を撮った次の日にろ過装置が壊れちゃって、で新しいろ過装置をねもらいまして、でそれとかも合わせてなんかいろいろこうケージのレイアウトできないかなと思って作ったのがこの状態になります。はい、でシリケンはねゆくゆくって感じです。で実際シリケンと一緒に入れてこう間違って山椒に噛みついたりとか、逆に山椒がシリケンに噛みついたりっていうことはもしかしたらありえなくはないっていうお話だったので、本当様子を見ながらやっていこうかなっていうのと、あとはケージ自体をね大きいケージにしておくとそういう誤飲とか間違って食べちゃったよとかっていうのは防止できるっていうお話でした。はい、で餌自体も今繁殖させてるわらじでも全然いけるっていう話で、でそのシリケンは赤虫も食べてる状態なので赤虫もあげれたらなーなんて思ったりしております。シリケンはねお迎えしたらまたご紹介いたします。まずはこのケージのねレイアウトだったりを見ていきたいと思います。まあワインセラーはワインセラーでいつも通り変わらないです。今中が17度になってますね。はい、じゃあ早速中見ていきましょう。完全にねこの中はこの子たち専用になってるんで、もうどこ行っても大丈夫なようになってます。で一応前もご説明したんですけれども、後ろの方はっていうか1匹角にいるね、尻尾だけちょろっと見えてるね、その上のファンと下のところのファンのところには網をつけてあげることによって、あ、落ちてきた。ファンに当たっ手とか足とか突っ込んでね怪我しないようにしております。
そして、隙間に関しては背面にちょっとねどうしてもこういうプラケースを使ってるのでちょっとだけこう縦に入り込める隙間があるのでそこには白いタイルのシートをね入れたりあとは竹を入れたりという形にしてます。なのでろ過装置で今滝が流れてるあの辺にはちょっと隙間はあるんですけれども、入ったとしても見えるような状態になってます。そしてろ過装置が裏に竹の裏に隠れててでろ過装置で滝をねちょろちょろちょろとでこの増加にね流れるようにしております。でこっち側は、ため池みたいな感じですね。はい。であそこのところにね入ってこう顔を出すのがね可愛かったので入れています。はい。あそこからね今写真1枚だけ上げときますね。ちょっと前に撮った写真なんですけれども今とレイアウト違う時なんですけれどもそこからねこんな感じで温泉入ってる風な感じでね顔出してたので入れております。であれも増加です。奥の緑色はねグルーガンでペタッとくっついてます。で、一応スロープみたいな感じでついている、竹これも真ん中もし万が一隙間に入っちゃうと嫌だなと思ってグルーガンでガッてやってます。ちょっと見栄え悪いねちょっと見栄え悪いけどまあいいでしょう。そして、この、観葉植物の名前を忘れてしまいましたが観葉植物入れて周りはこの苔もねなんていう苔だったか忘れました。なんか苔です。買ってきた苔ね入れております。こんな感じでで、下には赤玉石かな入れてその上に造形くんだかっていうそのコケリウムとかで使うなんか土をね下に敷いて、その上に苔を乗っけているという状態になります。君かわいいねそれそれかわいいから君それサムネだわ。あでも両方とも今かわいいからこの状態でサムネにしたい。両方ピンと合う状態。あ、いいね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 。いや、いいね。あ、これサムネだわ。はい。で、苔をね、こんな感じで敷いて、で、プラケースがそこまでなんですよね。なので、手前にちょっとだけプラケース斜めにこんな感じで置いて、ちょっと余った苔をこの中に入れました。で、ここ一箇所は餌入れにしてます。わらじさんはですね、ツルツル麺を上に上がっていくのが不得意なんですよ。なのでここに入れておくと脱走せずに、ここにね来てあの子たちが餌を食べてくれるはずです。勝手に来て食べてるんでもう4匹入れてたのが2匹になってるんでちゃんと食べてますね。はい。でここなんかこれだけね違う苔なんですよ。なんていう苔かこれも覚えてないです。ごめんなさい詳しくはないです。コケリウムやろうと思ってねショップの方に行っていろいろもう私初心者なのでいろいろ聞いてこれいいよって言われてそれにしました。あと流木ちょっとだけここに置いてここにも流木ちょっと置いてでこっちは流木あえて置いてないです。置いてみてもいいのかな。でもこの例えば流木をこの辺にあでもこうやるのあの観葉植物ってちょっと見にくくなっちゃうからやっぱ手前でいいかな。こんな感じで、こんな感じでいいかな。はい、っていう感じです。で、今後シリケンが来たとしても、シリケンもここで過ごせるような状態ですね。こんだけ広いんで、シリケンが2匹ぐらい来ても喧嘩することはないでしょう。空腹にねしすぎると間違って食べちゃうっていうこと、尻尾とかをねガブってしちゃうっていうことはあるので、そういうところだけ気をつけていきたいですね。あんまりイモリとね山椒の混栄って良くないよっておっしゃる方もいらっしゃると思うんでおすすめはしません。自分でしっかりと管理をした上で行いますので、そのあたりはねご理解いただけますと幸いです。本当自己責任ってやつですね。はい、自己責任で行います。ただその子たちがね死んでしまうということだけを本当に気をつけながら進めますのでご了承いただければと思います。変にねこうじゃないと絶対ダメなんだみたいな感じのコメントを控えていただけますと幸いです。はい、っていう感じでコケリウムレイアウトワインセラーでもうワインセラーとしては使えません。もう壁にはさ君出てこないの君出てこないの
もう壁にはこうやって貼ってるしさ、で下もね、床のところをね、ちょっとこうなんていうのかな、あの床材もつけてるし、でもう完全にね、あそこも密閉するような感じにしちゃって、もういろんな状態になってるんで、でもう本当に壁ペタ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 こいつらもう登っていっちゃうので、山椒はね、なので、あの君ね、どうしたの、かわいいんだけどさ、あの出てこないの、そんなにはい、あのもうワインセラーとしては使えないです。もう完全にこの子たちの専用ケージになっております。まあね、あの私もこのためにもうワインセラー使ってるようなもんなので、あのワインセラーとしての使用用途は多分できないと思われます。はい、まあ、この調子で苔も育てながら、山椒も育てて、ゆくゆくはシリケンもここに入ってくるかと思われます。またシリケンがね、あのうちに来た場合にはそちらの方もご紹介させていただきます。もう出てこないの、君はどっちだ、体格が細い方だから君はモノちゃんですね。クロ君が上にいるんだね、あそこに。クロ君の方がね、体格がちょっといいんですよ。ちょっとガッチリしてます。君はね、細いんですよ。ご飯食べてるんだけどね、それでも細いよね、君モノちゃんね、ほんと。はい、というところでございます。また、シリケン来た時とかはまた動画アップしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローなどぜひともよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。